アンズはバラカサクラ族の落葉をカきである。アプリコットと英名で呼ばれることもある。別名、カラモモ。中国北部で形成された東洋系の品種群には梅との交雑の痕跡がある。原産地は諸説あるものの中国の山東省、河北省の山岳地帯から中国東北地方の南部とする説が有力とされる。学名のプラニスワーメニアカは、 ヨーロッパにおいては近世に至るまでアルメニアが原産地と考えられていたため付けられたもの。和名杏ズは杏ズの党員とされている。古名は唐桃である。中国植物名は杏ズ。中国大陸から日本への渡ライは古く、日本最古の本草書、本草和名には漢字を杏ズ、和名、唐桃とある。標準和名杏ズの読みは江戸時代になってから、 完名の暗図を、党員読みで杏図となったと言われている。中国の山東省、河北省、山西省、黄河より北の原産と言われる。日本では長野県、山梨県、山形県を中心に栽培されている。落葉省高木。春に桜よりもやや早く、葉に先立って淡紅色の花を咲かせ、初夏に梅によく似た、東郷色の果実をつける。 美しいとめ花見の対象となることもある。自家受粉では、品質の良い結実をしないために、多品種の混食が必要であり、時には人工受粉も行われることがある。6から7月に、果実は、投稿食に熟し、果肉赤みを帯びて、核と離れやすくなり、収穫期となる。アーモンドをやめ、スモモと近く、容易に交雑する。ただし、 梅の果実は完熟しても果肉に甘みを生じず、種とか肉が離れないのに対し、アンズは熟すと甘みが生じ、種とか肉が離れる。またアーモンドの果肉は薄いため食用にしない。体感性があり、比較的涼しい地域で栽培されている。プラムポックスウイルスに感染したアンズ病害虫に注意する。防除体系に基づき適切な農薬使用を行う。霊量地。 乾燥地では無農薬栽培が可能。一年生の植物と異なり、アン図などの樹木に実る果実は、その種をまいても同じものは実らない。したがって、苗は継ぎ木によって増やされる。代儀には、未生が用いられる。酵素欠乏土壌では、実の外観不良が発生しやすく、酵素欠乏抑制のため、施肥管理が重要。成りではカリ、リン酸を多めにする。 弥生時代以降の遺跡から出土している。愛媛、広島など、瀬戸内地方、青森県津軽地方が古い産地である。広島大味などの品種がある。ヨーロッパへは、イタリア半島に、インドやペルシアを通じて伝わった。古代ローマへは、紀元前にすでに伝わっていたとも、一世紀頃にギリシャ、またはアルメニア経由で伝わったともされる。 イギリスへは14世紀の中頃か16世紀の初めに伝わり、フランスでは17世紀にようやく南部で栽培が始まった。アメリカ大陸へはスペイン経由で18世紀に伝わった。定食後、7年にヨーロッパ、中央アジアで発展したアプリコットは甘い品種が多く、東アジアで発展したアンズは酸味が強い品種が多い傾向がある。果実は生殖のほか、 ジャムや、辛く物などにして利用される。種子は、生産配当体や、脂肪油、ステロイドなどを含んでおり、安忍と呼ばれる咳止めや、風邪の予防の気薬として用いられている。食用に、安忍豆腐の独特の味を出すために使用される。未成熟な種子や果実には、生産配当体の一種アミグラリンが含まれる。 果実の果肉には栄養素としてビタミン AB2C のほか、クエン酸、リンゴ酸などの有機酸、スクロースなどの糖分5から10%を含み、これらは食用すれば滋養保険に役立つとされる。種子には脂肪油を約35%、アミグダリンを約3%含んでいて、脂肪油は喉の腫れや痰の排出に役立つとされる。しかし、アミグダリンは 酵素の働きで生産を生じ、微量で呼吸や血管の中枢を興奮させ、大量でめまい、吐き気、動気、息切れなどの中毒症状や麻痺が起こるので、生の果実の多量接触や種子の多量服用は禁忌である。解毒するには、杏の樹皮を煎じて飲むと良いと言われている。種子を杏人、または杏、果実を杏、または杏味と称して薬用にする。 杏人は熟した果実を採集して、核を除いて、種子を取って、展示乾燥して調整する。果実は生でも、天日干しにしたもの、どちらも薬用にできる。本種、または、その他禁煙植物の種子のことを、省薬、教人といい、人外、巨端、王都に用いるほか、魔王湯、朝っ甘いし湯、安髄ケル山などの漢方処方に用いられる。教人を、 水蒸気上流して生成したものが強認水で、賃外に用いる。民間療法では、咳、喘息便秘に、生の果実を1日1から2個食べてもよく、種子は1日量2から 5g を 400cc の水で、煎じて3回に分けて服用する用法が知られている。下痢しやすい人や、妊婦には服用禁忌とされる。滋養冷え症、低血圧の改善に、 アンズ酒を就寝前に杯一杯ほど飲むのが良いと言われている。アンズ酒は6月頃に収穫した青い未熟果を35度の焼酎1.8リットルにキログラムの割合で漬け込んで3ヶ月ほど冷暗所に置いて作る。出来上がったら漬けた果実は取り除く。アンズ飴等紅食に熟した果実の果肉はそのまま生殖しても美味しく。 角を除いて一週間ほど日干しにすれば干しあんずになる。また、生の果肉か干しあんずを使って、砂糖を加えて、とろ火で煮ると、あんずジャムができる。シロップ漬けは、干しあんずを広口瓶に入れて、水に砂糖を入れて一度煮立ててから冷ました。砂糖水を注いで、二週間ほど置いて作る。料理では、杏仁豆腐などがある。かつて未熟化が、姫子の名称で、果実主要や、 漬物用として販売されていたが、残留農薬基準の強化に伴う一律基準の導入により販売されなくなった。ありがとうございます。